スワル・ジョルジェット・シャルパンティエ城は、フランスの画家ピエール・オーギュストル・ルノワールにより1876年に描かれた絵画である。東京にあるアーティゾン美術館に所蔵されている。この作品のモデルは、ルノワールのパトロンであった、出版業者、ジョルジュ・シャルパンティエの一人娘、ジョルジェットである。彼女は1872年7月30日、生まれで、当時4歳であった。 シャルパンティエ夫人とその子供たちジョルジェットは1878年に描かれたシャルパンティエ夫人とその子供たちにも登場しており、左端に座っているのが彼女である。ジョルジはギ・ドモ・パッサンやエミール・ゾラ・コンクール兄弟など、当時人気を得ていた作家の小説を刊行し、大きな成功を収めていた老舗出版社の経営者であり、その妻、マルグリットは、 政治家やアーティスト、女優などを自宅に招いて、夜会を催していた。1875年の競売会で、ルノワールの作品を買い上げたジョルジュは、翌年、娘の肖像画の制作を、当時30代半ばだったルノワールに依頼した。本作は、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会などと共に、1877年の第3回印象派グループ展に出品された。 パレットの上で絵の具を混ぜ合わせずに、そのままキャンバスに乗せていく、筆色分割という技法が用いられている。風景の中の座る浴場、エウリリケ・ジョルジェットは、生涯の間、この作品を常に持参していた。彼女が1945年に亡くなった後、遺族が作品を手放し、1987年に、ブリジストン美術館の所蔵となる。 青色を基調としたドレスを身につけた少女が大きく豪華な椅子にちょこんと座っている。微笑みを浮かべている少女が履いているソックスも青色である。青色は彼女の髪の毛の他に目の周囲の陰影の描写、床に敷かれているカーペットにも採用されている。少女の肌には青色の他に黄色や赤色などが使われている。赤色のサンゴでできたネックレスを首にかけている。 少女の足の先は床に届いていない。背景は画面の奥に引っ込ませるためにトーンが落とされている。逆に少女は明るく浮かび上がらせるために三角形の構図の中に収められている。足を組むポーズは年齢の割に少し大人びた印象を醸し出している。これと同様のポーズは 1895年から1900年頃に描かれた風景の中の座る浴場、エウリリケにも見られる。ブリジストン美術館のカイズカケンは、この絵には、社長になんとか気に入られようとする、切羽詰まった感じがある、テストを受ける受験生のような緊張感がみなぎっていると評価している。同美術館の宮崎克美は、背の高いルノワールが座っている子供を見下ろしているような、 その場のある時間、ある瞬間の状況を暗示しているのではないかと思いますと述べている。ありがとうございます。